大事なことを言うよ。禁止ワードが、まあ、パッと思いつくので2つある。これ言ったら、もう、成功率っていうか、勝率がガクッと下がるから。俺が今日、お前らに、俺が最後の講義をしてあげるよ。スタンビージャパン最後の講義。マッチングアプリ完全版やってあげるから。やっていきまーす。意外とうまくないか。ちょっと待ってよ、他にもあったんだよな。マジ最近 DM 来る数がさ尋常じゃなくて、ほ一瞬で生まれるんだよね。あとまあマッチングアプリの相談かな。なんかマジで今マッチングアプリの今すごいっぽくて、今なんかマッチングアプリの結婚率すごいんでしょ。なんか最近記事見た、今黄金期らしいんだよね。めちゃめちゃ相談の DM 来る。もう流行りとかじゃないぞ。マッチングアプリ婚が急増、今2割に。2割だぞ。20年以降の平均は 18.8% に、6.6% からドーンよ。2割はマジで多いよ。まあでも、まあでも、アプリのいいところか悪いところかわかんないけど、ドキドキは少ないんだよね。なんだろうな、学校で出会って、バイト先で出会って、なんか恋愛じゃないところからお互いにスタートして、そこから、なんか、些細なきっかけでちょっと恋心が芽生えて、そっから付き合うとかいう、その過程がないんだよ。なんか純正の恋愛ドキドキみたいのがないっていうところは、まあ、メリットでもあるし、デメリットでもある。期間が短くなりがち。でもそれが正解なんだよね。だから俺が今日、お前らに、俺が最後の講義をしてあげるよ。スタンビージャパン最後の講義。マッチングアプリ完全版やってあげるから。ちまちまとした質問みたいのは俺は受け付けるけど、どうやったらいいですかっていう人多いから、スタンビージャパン最後の講義。ファイナルレッスン。ちょっと女性の方は今日は帰ってください。申し訳ないけど。女性の方には見られたくない。男性の方だけ、今日は、ちょっと見てください。順序を追っていこう。完全に男性向きです。まずもって、最初は、プロフィール欄とかは、まあ、工夫とかしなくていいです。自分が思うがまんまに書いてください。で、マッチングのアプリをどれ選ぶかっていうのも、それぞれ自由だと思うから、で、自分で選んでください。で、まず俺が教えるのは、メッセージからなんだよね。メッセージから。基本的には、絶対に長くしないこと。文章の長さじゃなくて期間の話。その人とマッチングしてから1週間以内に会うのを目的に。マッチングしてメッセージが始まったらもうその日のうちに会う約束をつけるぐらいのリズム感で言ってほしい。なんでかっていうと、マッチングアプリってのは男側は急がないといけないものなんだよね。マッチングアプリをした時点で女の子っていうのはモテてるわけよ、もう。マッチングアプリ内で。だから確定なの。男8、女2ぐらいだと思うんだよね。よくても7、3ぐらい。だから、男側は、まあ基本的に急がないといけないから、そのちんたらちんたらメッセージやってると他の男に捉えちゃいます。テンポが大事です。で、内容なんだけど、まあ単純によろしくお願いしますから始まって、タグの何々見ました、見ていいねしました、好きなんです、ナルト好きなんですね、みたいな。グッズ何々持ってます、めっちゃ話しちゃいますね。話してみたいんだよ。よかったらカフェでも行きませんか？で、イエスノーで、お話、合うかどうか。もうこれが、もうテンプレよ。そんぐらいの内容でいい。そんぐらいのテンポ感で、まあ、その、約束をつけてください。ナルト詳しくなくてもいいんだよ。お前が好きなさ、漫画でもいいしさ、映画でもいいしさ、なんかどこ行ったことあるとかさ、アウトドア好きなら、僕もグランピング行ったことあります、みたいな。おのおのに言うて任せるんだけど、そんぐらいのスピード感ってこと覚えてて。大事なことを言うよ。大事なことを言うよ。禁止ワードが、まあ、パッと思いつくので、二つある。一つ目。よかったらお出かけしませんか？これ言いがちです。なんで言っちゃいけないかっていうと、主導権がこっちにないというか、基本的に、こっちの方が上だと思って接した方がモテます。引っ張ってあげてください。基本的には。よかったらお出かけしませんか？ダメです。
お出かけするのをイエスノーじゃなくて、お出かけするのは確定なんだけど、どこに行くかでイエスノー。もうその奥の話をしちゃうんだよね。これ前も話した話なんだけど、お出かけしましょう。中華か日本食どっちが好きですかの方が正解。それか昼か夜どっちの方が空いてますかの方がいい。な、よかったらお出かけしませんかが、一つ目言っちゃいけないことです。これ。まあ、俺の経験則ね。もう一つある。もう一つ目が、もう絶対禁句。これ絶対に禁句ね。これ言ったら、もう成功率っていうか、勝率がガクッと下がるから。これ今後の人生について覚えてて。はい、これです。何日が空いてますか？これダメです。これちょっと本当に言い方悪いんだけど、基本的に、女の子で判断をする子っていうのはめっちゃ少なくて、何日空いてますかって聞いて、予定表を見て、何日と何日と何日空いてるな、よし、返信しようっていう手間が女の子側からするとだるいです。だから、聞き方としては、来週の何日と何日空いてるんだけど、どっちか空いてるがいい。こっちが日にちを定義する。そっちの方が返信率がマジで倍ぐらい違うから。本当に倍違うぞ。で、あと、女の子目線からして、いつでも空いてる男やだ。見え方の問題もある。何日空いてますかってこっちでいつでも開けられんじゃん。暇な男なんだよね。時間に追われてる男の方が女の子って好きだから。何日と何日しか限定で空いてませんよっていうこっちのレアリティを出すわけよ。お前がいつでも空いててもいつでも空いてるって言うなって話や。これは、忙しいアピをするのもこれさりげなくするわけよ。あっちからするとだって、いろんな人がいるわけよ。お前よりも魅力的でイケメンな男からも、そのいいねをもらってるわけ。その人と、お前をね、どっちとデート行こうか迷ってるわけよ。で、お前はいつでも空いてるよ。呼んでね。何日空いてるって聞いて、そのイケメンの方は、ちょっと何日しか空いてないんだけどって言っても土俵にも上がってないわけよ。お前いつでも空いてるんだから、いつでも誘ったら来てくれる簡単な男なの。だったら限定感を出した方が、合うか合わないかの土俵に合うから。上がるから。よかったらお出かけしませんか？何日空いてますか？これ見てください。基本的に、まあこれに関わらず、女性側に判断を委ねるハテナはダメです。このキングスターさんやっちゃったことある？俺は全然やってた。やってたから、これがダメだって分かった。はい、お次行きます。まあデート編ですよね。まあデート編みたいのは、ある程度何回かやってるから、繰り返しになる面もあるんだけど、今日はちょっとゆっくりやってみよう。俺が気をつけた方がいいと思うことを箇条書きにしてポンポン書いていくよ。デート編。一つ目、目を見て話す。これはもう最低条件なわけよ。でも、これが難しいのよ。終わりじゃない。何秒見ればいいじゃないよ。相手の話を聞くときに目を見る。俺の話をするときに目を見る。ただそれだけです。2個目。メニューは楽しく。でも、ほぼ自分が決める。メニューを横に置きます。どれ食べたいって言って。で、基本的に時間かかります。じゃあちなみにさ、どれとどれとどれ気になってる？このパスタとこのピザと、出てきたデザートも食べたいからサラダなしにしようかありにしようか迷ってるみたいな。で、すいませんまで全部自分でやってください。すいませんまで絶対自分でやって。女の子にすいませんさせるなよ。OK？ 嫌じゃない。俺を信じろ。俺を信じてくれ、頼む。デートの中でする行動、なんか決定すること、9割お前が決めろ。俺を信じろ。で、メニューを全部決めろって言ってるわけじゃないよ。迷うと思うからどれが食べたいって。じゃあその中で、これおすすめって言ったら看板に返してたよとか。で、それ以外は俺選んじゃうねって。じゃあサラダ早いんで、ドリンク選んでっつって。もうめんどくさいなってきた。まあめんどくさいっていう見方もあるだろうな。まあ単純に話題だよね。お話ししてるとき。前も言ったけど、話はこう聞くな。こう聞け。これ絶対。オーバーリアクションを意識してください。なお、すかさないで。これマジで。俺も、たくさん失敗しました。たくさん失敗したんだけど、可愛い女の子とかが来ると、自分を殺しちゃうの。もう、なるだけまんまでいて。
男ってプライドの生き物でカッコつける生き物だから、他の男もカッコつけてるから、みんなお前みたいにカッコつけてんの、みんなお前みたいに透かしてるの、差別化になってないから、マジで全員透かしてるよ。相手に好かれようとすると特色がなくなるんだよ本当に。だから話聞くときとかもちょっとカッコつけて足組んでみたいな、足組んでうんみたいな、うんそうなんだみたいな風にやりがちだけど、そんなんすんな、えマジでそうなんくらいのもうオーバーリアクションでいい。基本的にオーバーリアクションでいてください。眉を動かす、眉を、眉を動かす、口角動かす、目を見る。で大体の女の子はおしゃべり好きです。おしゃべりが苦手な子でもおしゃべりを聞いてくれるのが好きなの。おしゃべりしてる男がさ、なんかすかしててさ、おもんなさそうに話聞いてたらさ、私の話を聞いててつまんないっていうことは女の子の方もつまんなくなっちゃうの。話をちゃんと聞いてあげて、リアクションしてあげて。で、そういう時に話を内容が困るなっていう人いると思う。うわーなんか沈黙なっちゃいそうだなーっていう人。お通夜になってもいいんだよ、別に。お通夜になった時に、やばお通夜になっちゃった、どうしようってなんのがまずい。お通夜になったらなんか別に堂々としとけ。映画面白かったね、よかったねで話したらもうお通夜になるじゃん。その後話題が浮かばねえなって言ってやんじゃん。うわどうしようどうしようって感じじゃん。でも頭ん中でどうしようってなってても堂々としとけ。お前が挙取ると女の子の方も挙取ります挙取りは、挙取りっていうのは伝染するから。でそれができなかったらエンタメ性の高い店に行って。俺もねそれはいいと思う。お好み焼き屋さんめっちゃおすすめ。あれお好み焼きデートってエンタメに富んでるよ。おしゃれなお店に行きすぎると店員さんが全部やってくれすぎるし、店内も静かだからエンタメ性に欠けます。お店をチョイスするときにおしゃれすぎるとこを選ぶとお前の技量が取れるから。逆に次か、俺が絶対することは次のデートのお話をしてください。もうここで日程まで決めれたら決めちゃうぐらいの勢いで、もうこの日のデートって基本的に短いんだよ。一発目から長いデートにするのってマッチングアプリでお前にとってもリスキー。そのタイプじゃなかったらどうするの相手が。一発目はとりあえず短い居酒屋とかでいいから、で 1,2 時間で退散して、まずはジャブから。お前にとってもそっちの方がいい。あちょっとこれが効果があるのかわからないけど、俺が気をつけてるとこでいい？これマジで細かいよ。トイレ行くときスマホ持ってかない。女の子目線からするとトイレの中でスマホして私とつまんないのかなとかいう妄想をちょっとでもさせたくないのよ。心を許してる感もあるし、その財布はさすがに持ってっけど、もうスマホはもう見え、もうわざとらしいぐらい見えるところに置いてくと俺は効果がある気がする。まあでもご飯編はこんな感じかな。基本的には切り上げタイミングがわからん。ご飯の切り上げタイミングは基本的にはちょっと物足りないなぐらいで出てください。その中の度合いの話じゃないよ。話題的にまだ話し足りないなと思って話さないで。まだ話し足りないけどあと 2,3 ワードぐらい喋ったらもう出るなっていうところで出て、2軒目行くとかカラオケ行くとかいう時に一緒に行く可能性が高くなるし、そこで解散するんだったら次にデートに行く可能性が高くなるんだよね。全部話し切っちゃってもうこの人と話すことないな、次この人とデートするとき私も何話したらいいか不安だなってなると言ってくれる可能性が低くなるから。話題がなくならないうちに早めに切り上げる。いやこっからちょっと話す内容としてなんか俺が取り入れた方がいいなって思うところを言っていっていいですか。これは刺さる人と刺さんない女の子がいるんで、するかどうかは別。可愛い子に可愛いって言わない。その子が今まで言われたことないようなことを言うといい。女の子が挙動ってて話すの頑張ってたりしたら話すの苦手なんだよ。話すの面白いとか言われたことないの。でもめっちゃ面白いね、楽しいみたいな、時間過ぎんの早いわ、面白いみたいな話をしてあげて。そういうこと言われたことないから、すげえ印象に残ります。
今までその子が受けてきた、人に言われてきた印象とは逆のことを言ってあげて。まあ簡単なところで言うと、すげえ可愛い子には綺麗だねって言ってあげて、港区女子みたいなザ・綺麗め女子が来たら、なんか可愛らしいとかあんねみたいな。誰目線やねん。上からだな。それ前提だから。そこ忘れないで。そこを忘れないで体質。相手に主導権を渡さないで。相手に話とか回されたら終わりだから。滑ってもいいから一生こっちから仕掛け続けて。可愛い女の子ってお前らが思ってる以上に可愛いって言われてるから。何も響かないよ、初対面のお前に言われても。はい。で、あれですね。お会計編。基本的には、まあ、一回目はおごった方が俺はいいと思う。お前のデートスポット選んだところ、お前が選ぶわけだから。一発目。その主導権を握るっていうことをベースとしてやってきたわけじゃん。だから、お前が店も選んでるわけよ。だからお前が、その、ある程度おごれるお店っていうのを選んで。おごりっていうのは、確定まではいかないけど、した方がいいとは思う。できなかったとしても、1000円でいいよとか。基本的に男の人が、まあ、多めに出す。ね、その、おごるっていうところ、時に、多めに出すっていう時に、もう、なんていうの？相手が気持ちいいポイントっていうのがたくさんあってさ、いいよいいよって女の子は言うわけよ。でも、いや、楽しかったしいいよ、とかさ、時間をお金に変換した時に全然俺が持つよ。そんぐらい楽しかったよっていうアピールに呼んだからさ、基本的に、おごり、おわ、多め。です。なんか、ユーモアを入れるのもありだよね。俺がよく使うのをじゃあちょっと一個あげるわ。もう超スタミジャパンだよ。会計も、おごったりするわけよ、パッと。で、なんで払ってくれたのみたいな。え？ 10 万人目のお客様だって、無料だったよ。これは、嘘だってわかるんだよ。もうおごったってのがわかるんだけど、相手も断れない。いや、絶対嘘みたいな。マジ、10万人目だって、無料ですよねみたいな。店員さんに振ったとしても、なんか、やって、乗ってくれることとかあるから。俺が、まあ、たまに、使うやつ。まあ、ドアンパイは、まあ、楽しかったからいいよ、みたいなのが、もうドアンパイ。ご飯編でした。で、そっからの道筋なんだけど、大切で。これ、キモくキモく聞こえるかもしんないよ。でも、真理だから、聞いてほしい。どっかしらで、ボディタッチをしてください。駅まで送っていくわけじゃん。ほんのちょっと肩がぶつかるだけでもいい。マジで。すみたいな。それだけでもでかい。なんでするかっていうと、心の距離が近づいてから体の関係に行くんじゃなくて、基本的には体の距離が近くなった後に心の距離が近くなんだよね。手つなげたらベストだよ。その日のうちにチューできたらベスト。お前にその技量があるんだったらそこまで行っちゃっていい。人によってはその日のうちにエッチしちゃってもいいよ。極言すると、エッチをしちゃった方が、心の距離が、すごい親密になる女の子ってめっちゃ多い。本当に多い。エッチまで持っていけるんだったら、本当エッチまで行っちゃってください。すごい可愛い子が来て、この子と付き合いたいな、この子のことを大切にしたいな、と思えば思うほど、身体的接触っていうのをある程度多くした方がいい。中とか一緒にいて厳しいでしょ。そんな、しょっぱなできるはずないんだ。だからこそ、本当に少しの肩すり。ボディタッチ論はね、いや、俺は真理だと思うね。いや、否定的な意見が出ると思うよ。気持ち悪いみたいな意見が出ると思うけど、俺は、ほぼ間違いなくそうだと思う。身体的接触が早ければ早いほど、仲良くなれる可能性ってのは高くなる。イケメン同行関係ない。顔同行関係なくさ。いや、そもそもマッチングアプリでお前と会ってる時点でその人はある程度お前のことをいいと思ってるところからスタートするんだ。これマッチングアプリの話だからね。で、そっからなんで日和る必要があるっていう。さっきも言った通り、競合がたくさんいる中で、世間で言われてる付き合うのとかは3回デートしてからとか言い出したら、もう競合に負けるでや。ありがとうって言いつつ握手するのは首脳会議？お前総理かなんか？俺の配信総理大臣見てるかもしんねえな。で、今言った肩トンとかあるじゃん。それぐらいヒッ
って言われる関係じゃないのよ。もうご飯二人で行って、それで火って言ってくる女がゴミだから、どうお前別れろよ。別れるっつうか、もう今後その女と会うな、ゴミだから。もうそんなご飯一緒に食べて、ただちょっと肩が触れたぐらいで、へっみたいな感じになってたら、もうその子に時間を費やしてると、お前の時間も食われてくから、マッチングアプリ論で行くんだったら次行った方がいい。パッとすぐ次行け。その子を切り崩しにかかって、例えば半年食ったとするだろ。半年経ってお前がその子と付き合えなかったらどうすんの。お前の半年間無駄だよ。やめなさい。っていう感じかな。その後の告白の仕方はもうお前ら次第だよ。付き合ってくださいでもいいしさ。とりあえず俺が今日2個言いたいのは、プライドを出してすかさないこと。俺もね、今まで大すかししてきました、たくさん。でも、すかしてると基本的に失敗します。俺もたくさん本当に失敗したから。それを君たちに失敗してほしくないなと思って。あと、身体的接触、勇気がいることかもしんないけど、一回俺を信じてやってみて。